ってやるぞ。わあ、うわ、矢が降ってきた。ネバーレ君ネバー。納豆兄さんです。今回はレインボーラッキーブロックです。前にラッキーブロックはやったネバよね。そうね。今回のレインボーラッキーブロックとは、壊すとすごくいいことか、すごく悪いことが起きる、とってもスリルの味わえるブロック。そうなんだネバね。今回はね、そのブロックをどちらが多く壊せるかの勝負。3回死んだらゲームオーバー。はいネバ。じゃあ先行は私から行きましょうかね。はいネバよ。じゃあ私は青いコースで行きますよ。まず1つ目。あれ、何も起こらないぞ。まあでも1個壊せたからラッキーか。2つ目。あれ、檻が、死んだ。あたしゃぺしゃんこだ。ちょっと死ぬの早すぎないねバカ。いやそうだけどさ、こればっかりは運だからな。日頃の行いが出たねばね。日頃そんな悪いことしてませんよ。気を取り直して、3つ目。お？レインボーの剣ゲット。これは能力高そうな剣ねばね。よし、4つ目。え？木？まあ木もゲットしとけば後々使えるからね。次、5つ目。うわ、フィザーだ。あ、こねろ。おい、こねろ。やっつけてやるぞ。死んだ。ウィザーは攻撃したら怒って爆発するんだった。また死んでるし、何やってるねバカ。相変わらず引き弱おじさんねばね。引きは弱いけどおじさんではないよ。しかしすごい破壊力。よし、ここから粘るぞ。6つ目。あれ、黒曜石で囲まれた。これはなかなか崩せないからな。段を作って、脱出。いい調子ねばよ。7つ目。あ、TNT。 どうしよう。あ、死んだ。ゲームオーバーねば。全然見どころなかったねばね。いや、申し訳ない。7個か。もっといくと思ったんだけどな。よし、今度はネバール君の番ネバ。粘り腰見せるネバよ。赤でいくネバ。1つ目。ダイヤモンドの斧ゲットネバ。おりゃ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 。幸先いいね。2つ目。なんだ、うわ、三連の金床。崩して崩して。ブロックで乗り越える。3つ目。うわ、ダイヤモンドの防具と剣ネバー。あれ、ブーツがない。あってネバー。お、いいな、かっこいい。どんどん行くねばよ。4つ目。あれ、何もない。お、水が。これはブロックで乗り越えるねば。
よし、5つ目。おお、さらに能力の高いダイヤモンドの防具と剣じゃない。引きがいいな、ネバール君は。ネバール君は持ってるネバー。次は6つ目。あれ、閉じ込められた。うわ、上から青い火柱が。あ、ちょっとちょっと、うわ、やめてやめて。ああ、まだ火がついてる。収まった。すごい、防具の能力高いからほとんどダメージ受けてないよ。よかったネバー。次、7つ目。雷。これも防具のおかげでほとんど無傷じゃない。すごいね。次、8つ目。すごい飛ばされてたね。あれ、いつの間にか私の気力越してるし。やったネバー。もうネバール君の勝ちは確定したけどさ、何個までブロック壊せるか挑戦してみてよ。オッケーネバよ。よし、次のルートまでブロックで9個目。お、壁を壊して、あれ、ボタンを押して、うん、また壁壊して、うわ、矢が降ってきた。防具のおかげで無傷じゃない。無敵ネバー。10個目。おお、スプラッシュダメージのポーション。うわ、あ、それ飲むとダメージ受けるのよ。それを早く言ってねばよ。ごめんなさいね。11個目。なんだこりゃ。まあいいか、次ねば。12個目。あれ、村人。うわ、攻撃してきた。これはウィッチだね。早く倒さないとどんどん変な薬ぶつけてくるよ。え、やばいやばい。おりゃ、くらい。おりゃ、倒したネバ。早くリンゴで回復回復。これネバね。ネバ、危なかったネバね。13個目。あれ、何にも起きない。14個目。あ、 TNT、 距離を取って。危なかったネバ。冷静だね、さすがネバール君。任せてネバよ。15個目。金の防具と剣ネバね。すごい引きだな。16個目。あ、チェスト、棒が入ってただけネバね。17個目。また変な扉ネバ。よし、どんどん行くネバよ。18個目。なんだ、火柱野郎。うわわわわ、アジンだ。ブレイズだね。弓矢があれば楽に倒せるんだよね。あと1回で終わりですよ。ここから粘り腰見せるねばよ。よし、気を取り直して。19個目。あれ、何も起きない。20個目。ん、水の中にいる。上に上がって、次、21個目。うわわ、なんだなんだ。多分毒に侵されてるね。
リンゴリンゴ。お、回復した。次、22個目。あ、落ちた。というわけで、結果は7個対22個でネバールくんの勝利。やった、ネバー。いや、ネバールくんの強運には恐れ入ったよ。すごいね、ネバールくんの粘り強さ。ネバーギプアップ、分かってもらえたね、バカね。うん、分かった分かった。みんなもモッドでラッキーブロックレースをダウンロードできるから、自分の粘り強さがどれぐらいあるか試してみてね。試してネバね。じゃあネバー、またね。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとう。ネバー、チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページ